ブルリングはイングランドのバーミンガムにある商業区域。初めて市場が開かれた中世よりバーミンガムにおける重要な地区となった。一帯は最初に1960年代、そして2000年代と二度もショッピングセンターへの開発が行われている。場所はディグベス地区に向かう急勾配へと続くサガンが隆起した街の外れに位置している。坂は ニューストリートからセントマーティン教会までおよそ15メートルの高低差がある。ブルリング内部地方の地主バーミンガムのピーターがヘンリー2世から市場活動の特権を得た1154年、市場は正式に開かれた。当初、この地域では織物の貿易が発展し、市場は1232年に書かれた公文書の中に初めて言及された。この中では、 ある商人がバーミンガムのウィリアムのビジネスパートナーとして描かれ、食行、家事屋、仕立て屋、調達業者の4つの所有者であることが書かれていた。その7年後、もう一つの文書には、この区域の副寺屋に関する記述があった。それから10年もしないうちに、この地区は大きな市場外へと成長し、大規模な布地貿易が確立したのである。その後区域の一つを指す。 マーサーストリートという名が1553年のバーミンガム報告書の中で初めて挙げられた。これはこの地域における布地の小取引が卓越していた結果である。1500年代と1600年代、このマーサーストリートは急激な発展を遂げ、次第に窮屈な場所となった。また、マーサーストリートはその後1700年代初頭に、 スパイサーストリートとして知られるようになり、18世紀終わり頃には、スパイシャルストリートとして発展した。この名称になったのは、布地の小取引に代わり、食料雑貨類や肉類の取引が拡大し始めたためである。地域は混雑し窮屈になるばかりであったにもかかわらず、通りに面した家の多くは、庭がついていたことが、1798年の不動産広告から伺える。 家えは、セントマウティン教会に近接して建設され、最終的に教会を取り囲む格好となる。これらは、ランダバウトハウスとして知られるようになった。セルフリッチストア、フューチャーシステムズによる近代的な建物である。1731年に発行された地図上では、ハイストリートの近くにあった他の市場とともに、食品や畜牛、トウモロコシ等を含む、 他の市場も近隣で発展していた。このトウモロコシ市場は1848年にカーズレーンのトウモロコシ商品取引所へ移動された。町が近代的な産業街へと成長した頃、ブルリングはバーミンガムにおいて主要な小売市場区域へと発達していった。建築学的な記録を持ち、町で一般の集会に使用された最初期の建造物はブルリング内に立つ。 ハイクロスという建物である。これは知られている中で最後の建設工事が終了したのが1703年で1784年に破壊されたことがわかっている。この建物はウェルチクロスから分離したという点からオールドクロスとしても知られた。これと同時にこの建物のアーチモンの下で農夫が日々取れた作物を販売していたことから バタークロスという愛称があったこともわかっている。また、バーミンガムの政治史において起こった一連の出来事からは、区域一体が1830年代から1840年代まで、労働者階級のリーダーたちによるデモやスピーチのための集会が行われる場所となったのがわかる。1839年、ブルリングは大規模な蛮行や不動産等の破壊行為が行われる結果となった。 ブルリング暴動の地となる。自治体がこの暴動を防ぐ、または制圧することができなかったことから、町の住人を恐怖感へと駆り立てることになり、また自治体が無法状態に寛容なのではないかと推測される事態まで導いた。近傍各地の定期市で乱暴な振る舞いが目撃されていたため、バーミンガムの中心部で定期市が開催される場所は、1861年に、 スミスフィールド、ディグベスト、ブルリングだけに限られた。1875年にはすべての定期市が町から締め出された。市場の周囲にある区域も発展し、ビクトリア町時代にはかなりの数の店舗が営業を行っていた。ここでは移民たちが花売りや傘商人のようなビジネスを立ち上げていた。さらに建てられていたホレーショネルソンの像が 宗教的説教や政治的講義を行う場所になった。当時の有名な説教者には、ホーリー・ジョーやジミー・ジーザスなどと愛称が付けられた。1700年代後半になると、町の理事たちは、町の中心部にある家屋の購入や取り壊しを行う権限が与えられ、その他にもブルーリングの周辺にある家屋に対してや、区域における市場活動すべての権限についても許可されていた。 これは町のあちらこちらで新しい市場が設立され、かなり雑然とした状態になった結果として行われたものである。こうした不動産の取り壊しはゆっくりと始まったが、1801年の法律後は各家屋の取り壊しのスピードが増し、1810年のケンプソンによるバーミンガム地図によれば、1810年には区域にあったすべての不動産が取り除かれていた。 家屋が取り除かれる、期間中、ブルリングが形成される前に存在していたザ、ザシャンブルズや、コックストリート、コーン・チーピングなどのストリートも取り去られている。中でもザシャンブルズはもともと一列の肉屋群で、牛の屠殺場へと続く道路の近くに位置していた。セント・マーティン教会に面する、広い区画もあり、様々な市の立つ市場として使用されていた。その後外の理事により、 風や雨の当たらないマーケットホールが必要であると決定された。理事は省エン領主から市場の権利を買い取り、1832年までに区域にあった二つを除くすべての財産が購入された。この二つというのは、その所有者が高額の買い取り、金額を要求したために理事たちが購入できなかったものである。こうした財産の購入へ資金を賄うため、 マーケットホールの両側に二棟の建造物を建設し、それらの退借権券がオークションで売られた。マーケットホールはバーミンガム市庁舎の建築家として知られたチャールズ・エッジの設計により、1833年2月に建設が開始された。2万ポンドの費用をかけた、この建物はデュースバリーとウォルシューズによって完成され、1835年2月12日に、 開場し、600に及ぶ販売店舗を収容した。この建物は巨大で、ファサード部分がサマセット州のバースから採掘した石で作られていた。大きな二つの通り屋式の柱は、両側にある入り口の支えとして使用された。その日の市場の営業が終わると、入り口前の金属製の門扉が閉められた。長さ六十五フィート、幅百八十フィート、 高さ60フィートに及ぶホールの中心には華麗な聖堂の泉が取り付けられており、これは町の理事たちが1851年に引退することを受けて寄贈されたものである。泉の基礎部分はヨークシャーから採掘した砂岩が使用され、直径4メートル60センチあった。これはギリシャのタッツァの形を模し、製作に900ポンドの費用をかけて作られたことが分かっている。 ボール部分の内部は8匹のライオンの頭部が彫刻されており、そこから水が噴出していた。泉の全体は高さ6メートル40センチあり、中心には配達人とその子たちと呼ばれた1メートル50センチの高さがある像が立っていた。この像には4人の子供たちが彫刻されており、それぞれ銃の製造、ガラス製造、制度製品、 工学技術とバーミンガムにおける4つの主要な産業を表したものとなっていた。泉は1851年12月24日、当時の市場理事会長を務めていたジョン・キャドバリーによって落成式が行われた。その後、泉は1880年の後半にハイゲートパークへの移設のため撤去されたが、結局それは実現せず、1923年に、 取り壊された。1836年の書籍に描かれた古きマーケットホールの入り口。その後建物にガス灯が導入され、市場の営業時間が延長された。この他、マーケットホールに取り付けられたものには、リーズのウィリアム・ポッツ社によって制作された時計があり、これには、当時のウォリック博外と、伯爵夫人、その家来とサラ先人の姿が刻まれていた。 この時計は1936年にデールエンドにあったインペリアルアーケードから移動したものであったが1940年8月25日のドイツ軍の焼夷弾攻撃によってマーケットホールと共に消失してしまった。マーケットホール内の調査では建物内で薬がごく普通に行われていたことが分かった。1869年ネルソンホテルのある場所に 魚市場が建設された。この当時ドッグインはスパイシアルストリートの最端にあり、上方の土地はカウパー家によって所有されていた。この魚市場はサマーレーンにあり、カウパー家にちなんで付けられたカウパーストリート上に建てられたものである。1884年にはジャマイカローに屋根付きの野菜市場が建設された。また、区域一帯では、 馬の取引も栄え、ピークを迎えた1880年代には3000頭の馬が売買されていた。しかし、この小取引は急速に下降の一途をたどり、最後の馬の取引となる1911年に行われた定期市では、わずか11頭の馬と1匹のロバが出品されただけであった。この区域の大部分は第二次世界大戦を生き延びたが、隣接する。 ニューストリート付近は重度に爆撃された。戦争が終わってから10年が過ぎても、人々にとって物品を購入することが困難であったことから、ブルリングの店舗は購入者に購買意欲を促すために免税品を販売した。また、イギリスの企業ウールワースグループ社が、このブルリングにあるスパイシアルストリートに店舗を構えると人気店となり、ストリートでは最も大きい商店になった。 マーケットホール跡は外壁だけが残り、小さな展覧会や青空市場の場所として使われることもあった。しかし、このホールへの改修工事は行われず、窓のあったアーチはレンガで塞がれた。2000年の再開発が始まった際、一体の考古学的な発掘も同時に指揮された。現在はデパート、セルフリッジとパークストリートの駐車場がある位置からは、 その時代を12世紀に遡る水路が発見されている。考古学者は、これがムーアストリート駅が覆っている場所に位置していた、鹿の狩猟園と家屋を分けていた境界線であったことを発見した。また、水路に配列されていたガラクタには、十字型の模様が描かれている失敗した陶器の破片が多く、含まれていた。これは陶器を焼く炉が13世紀にその場所へ位置していた。 ことを示している。他に17世紀から18世紀のものと見られる、ナメし川の入った多くの穴が同じくパークストリートの駐車場から見つかっている。これらの中には、ルツボや溶かされた金属が含まれている陶製の花瓶の破片が入っていた。これらの中に残っていたものには、銅と亜鉛や鉛と素酢の合金が含まれている。さらに、現在インドアマーケットが位置している場所からは、 考古学者たちによって13世紀のものと考えられる。同じ奈飯川の穴が再び発見されている。他にもセントマーティン教会の境内からも18世紀及び19世紀のものと思われる遺体が見つかった。これら埋葬された遺体を確認するために家計の記録が用いられた。こうした考古学的な発見と土地の歴史について情報の書かれたパネルが ブルリングにあるセントマーティンスクエア、エッジバストンストリート、パークストリート、ハイストリートにそれぞれ設置されている。ブルリングのある区域は当初、この場所にあったコーン市場から、コーンチーピングとして知られていた。ブルリングという名称は、コーンチーピングの中にあった、牛ゼメに使用されていた緑地を指すものであった。この、リングは、コーンチーピングにあった。 屠殺前の牛攻めのため牛を縛り付けておく鉄の輪のことである。21世紀の地域開発事業の中でブルリングとイチゴで表記されるようになったことは地区の住人の一部やそれまで歴史的な綴りであるとされたこの表記が変わったことに腹を立てた人々の間に論争を呼んでいる。1955年地域の再開発が提案されたことを受け店舗が閉店し始めた。 計画には、新しい道路を建設し、古い建物を取り壊して、新しい建造物を建設することが盛り込まれていた。11社が、この新しいブルリングの建設計画を提出したが、バーミンガム理事会は、ジェームズ・ A ・ロバーツの代替デザイン案を用いるという、レインの提案に票を投じた。取り壊しは1950年後期に開始され、この際にもとあった、 魚市場の取り壊しも始められた。その後の建設工事は1961年の夏から行われている。屋外の市場区域は1962年6月にオープンとなり、まだ建設中であった新しいブルーリングに150個の店舗が立ち並んだ。また、翌1963年にはマーケットホール後の解体が開始された。 1964年、新しいバーミンガムブルリングセンターの建設工事が、竣工に近づいた。センターは、伝統的な野外市場と、屋内のショッピングセンターが入り混じったもので、この屋内のショッピングセンターは、街の中心部に位置するものとしては当時、イギリス国内で、初の試みであった。センターは、1964年5月29日、エディンバラ港、 フィリップ王子とアルダーマン・フランク・プライス、ハーバート・マン・ゾーニラらによって会場され、総工費は800万ポンドに上ったと見積もられている。ショッピングセンター部分は23エーカーあり、販売部分だけで35万平方フィートの広さを誇った。オープンのすぐ後に女王エリザベス2世が訪れている。市場部分はおよそ150店舗あり、その大多数は食品を販売していた。 市場は1967年から1971年にかけて建設された環状道路へ接続する巨大な道路で分割されていた。また、バーミンガムニューストリート駅へ直接行ける通路もあった。ほか、ムーアストリート駅からは簡単に市場の区域へ出ることのできる通路もあった。階層が通常よりも多い車両のための駐車場も設けられており、 500台分のスペースがあった。徒歩で行く際には地下通路網を利用することも可能だった。開発の期間中にジャマイカローとスパイシアルストリートは取り壊され、地下層の市場の区画がとって変わった。この複合施設には全部でおよそ140の店舗単位が35万平方フィートの敷地に一致しており、その他にも19のエスカレーターと40のエレベーター。 さらには96の大衆用ドアと延べ6マイルに及ぶエアダクトと33マイルに及ぶパイプがあった。また、デザイナーは建物内にくつろげる環境を作り出すため空調が聞き音楽が流れるようデザインした。ニューストリート駅の近くには、焼夷弾の火災で破壊されたマーケットホール跡があった。これは1962年に取り壊されるまで何年も遺棄されていたもので、 買い物客たちがくつろげるようにデザインされたオープンスペースが特徴のマンゾーニガーデンズが建てられた。また、訪れた買い物客が市場の区域を空ける道路を経由して入場する際、建物の側面に位置する牛の壁が見えていた。しかし、1960年代のブルリングセンターは当初から問題を抱えており、また、時代の産物に他ならなかった。 オープン当初には近代化の極みと考えられていたが、ショッピングセンターのレンタル料が高額すぎ、販売業者から敬遠される結果となったのである。また、一般の人々も地下道やしばしば停止するエスカレーターを使用しなくなった。その上、時代の流れにも合わず、その角張った灰色のコンクリートのデザインや環状道路内の隣接地区とは、 危険な地下道経由でしか結ばれておらず、隔離されているといった点から、ほどなくして1960年代における、ブルータリスト建築の不運な事例であると、みなされるようになった。その後も、人々からはますます嫌われるようになり、バーミンガムは、ショッピングセンターと自動車道路ばかりの、コンクリートジャングルだ、という通念を生み出す一因となった。ブルリング内部。 1980年代に再開発構想が考えられ始めたが、大部分は単なる構想の域に留まるものだった。1987年、最初の真剣な計画が、ピープルズプランと呼ばれる文書として公表された。これは、レインのリース権が終了したのを受けて、土地を買収したロンドンエジンバラトラストのために、チャップマンテラーアーキテクツが設計したものであった。 この計画には、ブルリングのショッピングセンターを完全に取り壊すことと、街に停泊する巨大な航空母艦のようにデザインされた新しいショッピングモールを建設する提案がなされていた。この新しいモールは全長500メートルの箱型で3階建ての設計であった。バーミンガムフォーピープルと呼ばれる圧力団体がブルリングの再開発を講演する目的で、 結成された。彼らは町の4万4000世帯に新しい開発の提案が書かれたリーフレットを配布した。しかし地域の意見により LED は計画を変更せざるを得なくなった。1988年新たなデザイン案を求める声に応える形で LED は多数の建造物とセントマーティン協会へ続く広い歩道の通りを備えた。 基本設計計画を発表した。ザ・ロタンダと同じ高さにそびえ立つ二棟の建物をニューストリート駅とムーアストリート駅の前方に建設する提案がデザインの一部として出された。しかし、地域からの援助が少なく計画は実現されなかった。1995年にも l e t は地域住民との共同作業を経てデザインの修正を行った。しかし、 小売業の景気交代により、この計画もまた建設に着手できず、開発実現には至らなかった。LED による各建設計画が失敗に終わった後、また新たな計画が浮上した。1990年代中盤、もう一つの建設計画が提出され、各方面からの講演もあり、マスタープランの発行にまで至った。しかし、この後すぐに、 そのデザイン案に変更が行われている。また1998年、イギリスのデパート運営会社セルフリッジは、バーミンガムに店舗を出すことを保留すると述べた。これは、地区での新しい店舗の開店について制限があった。ためで、その代わりに、グラスゴーで新店舗をオープンさせることが検討された。セルフリッジの進出は、バーミンガム再開発計画の重要な一部となっていた。 建設と開業提案が承認され、開発計画への許可と、1960年代の最初のブルーリングショッピングセンターの取り壊しが2000年に始まった。この際、店舗はエッジワストンストリートにあるラグマーケットへと移動された。ショッピングセンターは新しいデザインに変わり、伝統的な市場活動と近代的な小売店の両方が混在した形になった。 中心となった建設業者はサーロバート・マカルパイン社であった。最初に建設工事が完了したのはネーションワイド住宅金融組合の建物でショッピングセンターと直接はつながってはいなかったが再開発の一端を成していたものである。そして2003年9月4日に新たな屋内のショッピングセンターブルリングがオープンした。オープン後の最初の週はリニューアルされた。 ショッピングセンターを見ようと多くの買い物客が押しかけたため、かなりの多忙さに見舞われることとなった。オープン日の2003年9月4日、ショッピングセンターには27万6600人が訪れている。バーミンガムの商業の中心部として機能するブルリング。左からセントマーティン協会、セントマーティンスクエア、商業施設、そしてセルフリッジの建物である。まず、 ブルリングではセルフリッジでパートの支店が入居する画期的な建物が特徴である。建物はロンドンがベースの設計事務所フューチャーシステムズとアラップ社が行い、光沢のある1万5千枚のアルミニウムの円盤が取り付けられるなど奇抜な近未来型の建造物となっている設計したアラップ社によれば、 これはファッションデザイナーであるパコラバンヌ作のスパンコールがついた衣装からヒントを得たものであるという。このセルフリッジの店舗には6000万ポンドの建設費用がかけられており、ラインオールーク社が建設を受け負った。2万5000平方メートルを覆うセルフリッジ店舗のデザインは元あった古いショッピングセンターの取り壊しが行われる少し前の1999年に 初めて披露された。セルフリッジは2004年の RIBA アウォードやデスティネーションオブザイヤーリテールウィークアウォード等、建築に関して8つの賞を受賞している。ショッピングセンターは、店舗が並ぶ地下道が接続し、ガラス製のドアを経由して、セントマーティンスクエアからも通行可能な二棟の主要な建物で構成されている。これら二棟のモールは、 それぞれ内部のデザインが異なっている。イーストモールにある手すりには、金属の骨組みとともに、ガラスの宝石が融和した作りになっており、それらはポリエステルがコーティングされ、おののに異なった配色が施されているまた、建物の至るところで、コームデジタル社製のタッチ式コンピュータが設置され、買い物客は画面を触れることで、特定の店の位置や建物の地図が表示されるようになっている。 再開発全体は同時進行で公式なプロジェクト雑誌にその経過が掲載され、その後に記念としてブルリングの推移がイラストや写真で描かれるアートブック形式の本が制作された。これら雑誌と本は専門出版社のアルマメディアインターナショナルから出版されている。ニューストリートから双方の建物へ繋がるドアは買い物客が混雑したりドアの前で、 長い列ができる際に取り外されることがある。同じく特定の車両が屋内で展示される際、車を内部へ入れるためにドアが外される。ブルリングはバーミンガム再開発計画の一部でもある。センターにはイギリスに9つ営業しているアップルストアのうちの2番目の店舗が入居し、また当初リクソンズ XL として開店した巨大なリクソンズの店舗は後の2006年に 他のチェーン店と相まってカリーズデジタルへとブランド名を変更した。リクソンズの店舗は期待外れの業績でゲームやゲーム関連機器が主に販売されていた区間は現在閉鎖されている。他にもチェーン全体の事業の衰退等が原因で閉店となった店舗があり、その中にはナイキアイル、ザガジェットショップやミュージックゾーンが含まれている。 2004年と2005年、建設会社、マークスバーフィールドによりデザインされ、スパイラルカフェと名付けられた、小さなカフェがセントマーティンスクエアからニューストリートへ向かう階段に沿って建設された。この建物の形は貝殻に似せて作られており、丸みを帯びた聖堂の屋根の両端はガラスで覆われている。パークストリートには駐車場があり、ここから歩道橋を通じて、 セルフリッジの店舗へとつながっている。パラメトリックブリッジと名付けられた。この歩道橋は全長37メートルでポリカーボネートが表面を覆っており、通り全体に伸びている。建物の近いには近代的な家具のショールームが設けられている。三つの立方体のある泉と右側後方にあるスパイラルカフェセンターには数々の芸術作品が位置している。以下は、 作品のリストである。こちらは、ブルリングブルという名称の牛のオブジェ。夜には、周りのライトが発光する。ジェームズ・ A ・ロバーツがデザインした最初のブルリング、ショッピングセンターの一部には、12階に及ぶ円形のオフィス区画が含まれていた。しかし、彼のデザインを改定する中で、この区画は25階にまで増加されている。この結果、屋上のレストランや、 映画館の建設計画は却下された。これがロタンダになり、1960年代の再開発から未だに残存する部分となった。現在このロタンダ部分はアーバンスプラッシュ社によりアパートへ改造されている。ロタンダは開発区域の近隣に位置し、1960年代のセンターと同時期に建設されたにもかかわらず、デザインには含まれていたが、 再開発の一部ではなかった。ブルリングの壁に使用されている石の一つには、ロタンダに向けて作られた石が掘られている。また、この建造物にちなみ、ハイストリートとニューストリートに面する、両方のモール前方の広場は、ロタンダスクエアと名付けられている。営業を行った最初の年、新しくオープンしたブルリングには、通算3650万人の来場者を記録し、 ロンドンのウェストエンド以外では最も来場者数の多いショッピングセンターとなった。これは最も多く見積もった事前予測さえも上回り、ブルリングの講演者は5億3000万ポンドの総工費が妥当であったと満足な態度を示した。この新しいブルリングは現在ヨーロッパにおける街の中心部の巨大なショッピングセンターの一つとなっている。来場者を引きつける目的で、 初年度には広告キャンペーンも行われた。キャンペーンは主にテレビ広告で構成され、ヨーロッパにおけるショッピングの中心地は、もはやヨーロッパ本土にはないというスローガンが用いられた。ショッピングセンターの店舗を運営する店長らが訪れた人々の意見を聞けるよう、チラシの配布も行われている。以下は翻訳元の英語版からの出展項目である。ありがとうございます。